はい、みなんちゃデイムイズラウピロです。はい、皆さんこんにちは、です。というわけで、はい、もういろんな方が割とね動画出してると思うんですけども、はい、年始キャラの予想をちょっとね僕らも、性能予想やっていこうかなと思います。で、まあ、今現状言われてるのが、はい、まあ、アニメ、うん、キャラで出ているビナーと最近出たゼフォンがどっちもね、はい、年始で来るんじゃないのっていうのは怪しいよねって話はしてますよね。言われてますよ。そう、はい、で、まあ、まずですね、はい、属性はなんだというところがまずみんな気になってて、ライブとかすごい光って言われてたんですけど、言われた、ね、あの僕今まで出てきた鳥獣神祭限定の日付を全部調べてきました、うん、はい、でルシとかあの卒業組は調べてないんですけども、うん、あの既存組の話をしますと、はい、まずガブリエル、まあ、これもあれになっちゃいましたけど、うん、カムイと一緒にですね、うん、2016年の新春で2016年来ました。そこで光闇そうだね、じゃ光じゃない、光と木が来ました。木だ、うん、はい、で次2016年の夏7月にノア水、うん、はい、で2017年の新春に闇のパンドラが来ました、うんうんうん、で2017年同じ2017年の夏6月にノストラダムスが水で来ました、はい、今週でもう水が2体出てるんですよね、2016年17年、うん、ここね続いてるというか、まあ、はい、同じのがね、で驚愕したのが2018っすね、まあ新春マナが出ましたね、うん、と来たら、ね、でその後5月、はい、だから今までノアが7月、ノストラが6月、新春じゃない鳥獣神祭限定って7月6月だったのに、ここで5月に五右衛門が、うん、また1ヶ月早まって五右衛門が来てますと、それが木ですね、木属性だった、はい、でそこから3ヶ月経って、うん、すぐにもうモーセ、まあ、4ヶ月って言った方がいいのかな。モーセやべえな、モーセの。めっちゃ早いなと思って。投入具合。はい、だから、今まで年に2体超重限追加のが3本になったってイメージでいいんですかね。うん、で、今、属性をボン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 言っていきましたけど、うん、水の超重限がここ3年で3体追加されてるんで、うん、まあ、今回水はないかなとちょっと。なるほどね。うん、思ってまして。で、五右衛門も、そのモーセの前に直近で追加された木。うん、で、マナも直近で火が追加されてるんで、木、火もないかなと思ったんですが、うん、はい、まず何が言えるかっていうと、光がカムイ以降来てない。ですね。光がカムイ以降来てないですよね。で、現状残ってる光が、ストライクがあれ、クビになって、カムイが既存で残ってるじゃないですか。うんうん、なんで、光がカムイ以降来てないんで、まあ、光は硬いと。こう見ても、あれ本当そうか、はい、光は硬い、光切ってないんやですね。で鳥獣やとね、次のまあなんか来る可能性が高いかなって思われてるのは一応闇ではあるんですけど、あ、まあ、最近ちょっとルシアアリスって重心化してってさすがに闇のスペック的になんかあれかなと思うんですよ。でパンドラと並行して鳥獣で来るかなっていうので、うん、ちょっと闇にはインフレしてるんで、ね、闇もそうね、はい、来てもおかしくないけど、うん、感じだよね、ちょっとなんか違うかなっていうのもあって、うん、でアニメ見た方なら分かると思うんですけど、うん、先ほど言った、ビナー、はい、ビゼーか、あ、ビナービナーか、うん、ビナーか、ゼフォンのビナーの方が多分光なんですよね、うん、で次に来そうなのが火、マナしか追加されてないんですよ、うん、ここ3年で、なんで火でゼフォンなんじゃないかなっていう僕とヒロさんの一応予想ではありますよね、うんうん、それにまあゼフォンは見た感じもなんかヒっぽかったしね、ヒっぽかったっすね、結局そのイラスト的にかなり、はい、イラストに引っ張られると結構闇感もあるんですけど、うん、あ、でも確かにね、神マナみたいな感じですよね、それも話しましたよね、あ、でも本当そう、それもなんかそう、うん、ライブで言ってたよね、うん、なんでまあさすがに今回はね、そこはね、でも迷うポイント、うん、火なんじゃないかなと、ビナーはさすがに光だと思うけどね、あれは、はい、で18年に追加されたのがマナーで火属性なのと、あと直近で追加された限定が小町で火属性なんですよ、なんでちょっとその辺も考慮してくるかなとは思ったんですけど、いや逆になんだよ、ね、逆に火の鳥獣出してビーラーを楽にするってパターンもあるかなってことで、うん、今回は火光でいいですか、いいと思います、予想は、はい、じゃあ火光の予想で今回行かせていただきます、はい、これどっちからいく、自分今回ね、はい、超自信ある、多分全部当たってるやばい、正直毎回言ってますからね今回は、はい、多分過去一、え、お前リーク見たのって言われるぐらい、あ、マジ期待し、今回ね、期待し、はい、じゃあ俺妥当なんで俺先言っていいですか、あ、いいよ、はい、まあ、俺僕の方はあんまつまんない、普通にガチで考えてる方なんで先言わせていただきます。まずビナ、はい、まあこれ硬いって言われてるもう一つの理由なんですけど、性、うん、がほっちゃん、はいはい、堀江優衣さん、はい、僕も知ってる物語シリーズで羽川翼、あとゴールデンタイムのコウコとかですかね、あと K とかも出てたかな、いろいろ出てる方なんですけど、大御所の方、はい、超大御所の方なんですけど、うん、ビナ、シンク神かもちろん、もちろんシンクからいきます、はい、バランス型貫通タイプ、はい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 、
超アンチダメージオールに回復 M おでゲージでアンチブロックのカウンターキラー、うん、いいね、はい、で、SS が一定期間スピードとパワーがアップあ、はい、で、友情コンボがダブルエナジーサークル。なるほどね、はい、攻撃じゃないんで、はい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 、ダブルエナジーサークルをモビナが持ってるんじゃないかなと、うん、でダメオブロックがねむちゃくちゃ少ないんですよ。こうちょっと相当してほしいんですけど、ね、いやマジ少なくて光少な、はい、で結構茶番のやつしかいないんで、うん、で今回いいとこついてきたな。そうあとあれでやった超究極で多分それを知らしめたのかなっていう、うんうん、ダメオブロックねえだろお前らみたいな、うん、困れみたいな感じであれしたのかな。ワープかブロックでしょみたいな、ね、うん、なんでちょっとそこでダメオブロックのここいないね、価値を上げてまたダメオブロックでポン来るかなっていうの で結構最近の限定って小町とかもそうだったんですけどいないとこ攻めてくるかなっていう、うん、あれがやっぱりね、うん、適戦は少ないです。超アンダメのアンチブロック、うん、でまあその枠で貫通タイプでダブルエナサー引っ張り合って、うん、で一定期間スピードアップなんでダブルエナサーも一応砲撃ぐらいの威力には上げれますよっていう、はい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 、1周ね2周か、うん、1周か2周上げれますよっていうタイプになってます。でなんか回復っぽさあったじゃないですか。あれ分かる分かる分かる、すげえ分かる。なんで一応回復M もつけました。いやダブルエナサーついてる時点で別に普通にバランスもこれ強いな、強いそれだったら、ね、やっぱ結構限定壊れるイメージがあるので、うん、ちょっと今回ちょっと壊しちゃったって感じですね、うん、はい、で神化、はい、スピード型貫通タイプ、おつまりバリアに超アンチワープ、バリアに超アンチワープ、はい、で、はい、ゲージでアンチブロックの闇属性キラー、だからアンチワープアンチブロックですね。いやーこれもね今回のクイーンメタリアで、ああ少なさはちょっと取ってきたかなと。で既にもうリコールがちょっと今発表されてまして、うん、まあ、長距離フレアがやばい、砲撃型やばいって言われてるんですけど、20の極の適正にならなかったんですよ。あーそう確かに、そうなんですよね。でアポカリプスも未だアーサーが出たといえど死ぬほど楽になったわけではないんで、そのあたりのやつを取ってくるかなっていうイメージですね。ただ入れすぎてもダメっていう性能にしてあるん で、うん、でこちらもですね、自身のパワーがアップアンド味方に触れるとヒットポイント回復の SS を持ってます。で性能がもうアンチブロックの闇属性キラーなんで、うん、アンチワーブロックのところでバリアで軽減もできるし、うん、闇属性キラーを持ってるんでランマルとか以上に火力が出しやすいキャラにしてると、ね、うん、でまあ、ティウノスとかで一緒にまたアポカリプスいけたりするのかなって、うん、サンダルフォンちょっと潰しちゃうんですけどね、うん、ありますね。で友情、はい、で今までの限定って全員新友情がもちろんついてましたね。ついてますね。ヒットポイント回復ブラストヒットポイント回復ブラストいやちょっとおインパクト強いぞ、なんだそれ、ビナーが持ってますね、はい、触れると、うん、ヒットポイント回復ブラストが出るんですよ。であれブラスト系ってクソみたいに範囲狭いじゃないですか、うん、ただヒットポイント回復に関しては狭くてもいいかなと、うん、でもその範囲にいたらその範囲にいた分だけ、まあ、1万なり何なり回復できるブラストを起こせますよと。で発動さえすれば自分は当たるじゃないですか、うん、なんで爆発とかに当たりに行っても絶対にヒットポイント回復できると。1対1万だから強っ。ウィンドとかで引き寄せられたら発動したら4万回復、次のターンも3万回復みたいな。ただ範囲がすごい狭いんでバラつけちゃうとやっぱ使いづらいかなっていうので、でサブ友情が回復加速です。なんかそれなるほどね、はい、だから結構2周の極をむちゃくちゃ周回しやすくなるのをここで限定出しとけば、あのルーぐらい引きが強くなって引く人多いんじゃないかなっていう、その運営目線のあれも含め、ヒットポイントラストなんか、はい、ちょっとありそうじゃないですか、うん、なさそうだけどありそう、はい、ありそう。ヒットポイント回復ラスト1万ぐらいだったら壊れないね。確かに、うん、強い。ただやばいことになるのが複数入れた時に爆発とかで3体当たりに行ったら全回復しちゃうんですよね毎回。なんでまあ全回復していこうと。あでもそれも面白くない、はい、それも、ね、でも回復してるけど、はい、友情で火力出せませんよ。そういう火力出せさ、なんか、うん、火力がちょっと劣っちゃうみたいな。そうですね。あ、それキラー持ってるんで、キラー持ってるんで結構壊れてるんじゃないかなと。だ今まではさ、友情の威力で、ガン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 インフレさせたんですけど、そうだね、こっちはもう防御でインフレさせていこうっていうカラーが今回の B なんです。次ゼロ行きましょう。じゃあ自分一回じゃ B な行こうか。はい、あ、行きますね。じゃあそうね。確かにそれ面白いですね。比べてほしいんで。じゃあ僕もビナーバトルします、うん、ビナーバトル取り行こうかなと思いますけど、進化バランスの反射、はいはい、でまあシールドついてます、うん、でアビリティ、うん、スナビで全属性キラー、おーあーありそうですね。カウンターキラー M、うん、いやマジで当たってると思いますそれでゲージでアンチャーパンチブロック、はい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 、で SS はモーセと同じ SS、うん、いや強いね。まあもうこの時点でかなり壊れる仕組みすると思うんですけど、うん、で
さっき千代さんも言ってたように絶対あの新友情どっちかついてくると、ついてますね、年末の年始はね、うん、思うんで、これイルミナリークラウドイルミナリークラウドついてるんですけど、全ての敵に雲で攻撃、はい、雲で攻撃で雲を使うのこいつ、え、どっちの雲ですか、あのロンが嫌いな方、あの空に浮かんでる、あ、空に浮かんでる方、よかった。でその雲から出る攻撃はそれぞれランダムで、雷、あの落雷で雨みたいなと太陽光線、竜巻のうちどれかが出て、たまに麻痺とか眠り効果ありますよ、ビッグバンみたいな感じですね。そう、これが新友情でとりあえずねついてくるんじゃないかと。いや、イルミナリークラウドイルミナリークラウドこれ多分ね結構強いんですよ、まあ、バランス型なんですけど、うん、ランダム効果ってことですよね。ランダム効果もあるし、エリザベスの看板みたいな、絶対阻害されないしね、阻害されないですね。 それはで一応全ての敵に攻撃あって、はい、あの弱点1試合はね、うん、弱点もこれ取るね、あ、取る、中央弱とか取りそうですね。でイルミナリークラウド、なんでこれイルミナリークラウドがつくのかっていうと、はい、うん、前回 あのマナにインボルトスリーピアがついてたと思うんですよ、うん、であれもなんかツイッターで見たんですけど、確かねテルーマンさんがなんかポンデリングを食べたいなって思ったらあれが思い浮かんだみたいな、なんかで見たんですよ。違う、それ多分違うと思うよ。それ多分、ね、公式じゃないですよ。嘘、なんかでね、そういうのらしいよみたいな見たんですけど、うん、それで今回も今年流行ったスイーツがなんか、うん、ふわふわしたスイーツ、はいはいはい、なんかねふわふわした形状の中になんかね、テルマンそれ食ってるかもしれないってことですね。そういうのでこれ食ってそこで思いついた可能性かなりあるんで、はい、あ、食い物から連想して、そうで、ふわふわしたお菓子、あ、雲だみたいな、じゃあイルミナリークラウドだイルミナリーどっから来たイルミナリーどっから来たんだマジで。だからそれで、はい、それで攻撃っていうのは、はい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 、これ多分艦隊組んだら壊れっすね、うん、これ。なるほどね、この時点 で次、神化、神化もこれねやってます。これ多分ね闇豪絶土適性になると思うんですけど、あ、豪絶、そう、はい、砲撃型貫通、はい、友情クリティカルと、うん、闇属セキュラー M にアンチワープで、ゲージで魔族キラーに魔法陣ブースト、魔法陣ブースト、うん、で SS がランダ回復、あ、ハッターンで言うとですよ、はい、でツインエナジーサークルに状態上回復ブラスト、強くないですか、これ強い、だいぶっすよね、これやってる、最近の詰め込みましたね、選手ってとりあえず今分かったのは、ね、ビーナス死にましたよ、ね、そうそうそう、入れるかな、一緒に使うか分かんないですけど、多分ねそのワープ魔法陣がね、はい、やっぱキスキレもついてたし、その辺でどっちかやっぱり、ね、そう、闇豪術怪しいから、あとビーナスもね、うん、なんだかんだ連れていけるところで、なんかね、うん、その辺ので強いんじゃないかなと。でもこいつ普通に多分ね強いですね、多分でしょうね、闇属性のクエスト壊してると思うんで、うん、これかな、ビナーは。あー、確かにね、うん、あ、ビナーさん、でもあとで、まあ、なんでこんなにやっぱ強くしたかっていうと、うん、最近インフレがやばいから、まあ、友情インフレはやばいっすね。そう、こんぐらいもう年始は、特にもう来年だって2019年でしょ、うん、やってくんじゃないかなと思って、冗談抜きに割とぶっ飛んでるやつを、そう、それで、そうで、他の方がなんか控えめになる気がする。なんか今年も結構インフレやばかったじゃんね、なんか、はい、なんだかんだバランスを取ってましたよね。そう、でも来試練は本当にわずかな限定がまじ強くて、他がなんかそうなってきてますもんね。重心化もなんか、そんなになんか頭抜けてこないみたいな環境になる気がする。なるほどね。でもそこだけぶっ飛ばしといて、そう、ぶっ飛ばして、そっか、下がりシーズンみたいな感じなのか。マナとか使われなくなる気がしないですもんね。うん、うん、はいはい。これ自信あるよね、ちょっとビナーは。確かに。イルミナリークラウド。うん、イルミナリークラウド。でもあいつなんか全属性キラーはなんかね出しそうじゃん。いや、ちょっとありそう。それかなんか言ってたけど。その文字しか説得力なかったっすよ最初。なんか、はい、真面目な。シオさんが言ってた、連続性エナジーサークルとか言ってたじゃん、うん、なんか、あ、言ってました、言ってました、そう、はい、連続性エナジーツインサークルとか、うん、もしかしたら、うん、ツイン連続性エナジーサークルとかね、とかありそうだよね、ダブル、じゃあゼフォン行きます、じゃあお願いします、はい、ゼフォン、まあ、ゼフォンの先話しとくと、うん、なんか速そうなんですよね。いや、あいつ速そうだった、待って、めっちゃロックマンしてたんで、ネット君してたんで、なんかちょっと生でネット君関連のあのやつがついてもおかしくないかなと思ったんですけど、うんうんうん、今回ちょっと真面目に考えました、うん、で声優が石川由依さんですね。有名な方なの？めっちゃ有名ですね。そうなんだ。アッカーマンです。アッカーマン。あの。アッカーマンです。アッカーマンが石川優さんなんですけど、はい、ゼフォンアッカーマンは進化、砲撃型ハンスタイプ。はい。砲撃型っすよ、うん。超アンチワープのアンチウィンドウ。
にアンチブロック弱点キラー、もうこの時点で結構強いんですけど、はい、で SS が、はい、あのクソ減速率の低い貫通変化、うわ来た、はい、めっちゃ貫通しちゃうやつ、カナン、はい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 、カナンと一緒の SS がいいです、お願いします、が、SS、うん、で友情コンボが砲撃型の長距離フレア、これね俺リコール発表される前に考えたんですけど、リコール発表されて長距離フレア来てんじゃねえかよってなって、かぶっちゃった、かぶっちゃいましたね、だから一応これが初友情として考えてました、あなるほどね、そうそうそう、長距離フレア の、 あの確かに確かに、ちょっとフレア感もあるじゃないですか、うん、あと100列脚つくかなと思ってたんですけど、あの足使ってた、あ使ってた、はい、めっちゃ使ってた、100列脚だとちょっと弱すぎるんで、砲撃、うん、型の長距離フレアにしよう、うん、まあこれ妥当ですよね、なんかだ、うん、はい、出たらクソ強いんですけど、でカミカゼフォン、はい、スピード型、こっちがなんかアニメ版のゼフォンになるかなと思ってます、ね、で貫通タイプの、はい、アンチブロック弱点キラーつわりのアンチダメージオール神キラーゲージで地震強化プラス停止時に範囲内のヒットポイント回復、うわーで加速に攻撃力アップビーラーやばそう、僕が考える最強のビーラ攻略キャラいやマジで強いと思う、あのどっちかはさすがにビーラかなと思って、うん、それはそうね、それは自分も思ってる、うん、いやさすがにビーラでしょっていうあれで、すごいいいね、まあ、SS とかもすごいいいわ、でダメをもうあるんですけどゲージ外せるもんね、アンチブロックがスタビーなのがちょっとルーパーできないですけど、うん、ジャッキの神キラーは 2.25 取れて、で SS 打つところも、停止ヒットポイント回復があれば、うん、死の判定にならないんですよね、ゼロになって回復できるんで、最後の思いっきり突っ込めるね、はい、で加速が結構サポートできて、うん、であんだけダメージ受けるために倍率受けるんで攻撃アップも結構バカにならないかなっていうので、うん、この友情、ただ他で言うとちょっと他のクエストで使うってなるとちょっとあれかなっていうので、うん、どっちかというとなんかあのザトキエルみたいなね、ザトキエルの蓬莱みたいな感じの特化が、うん、超特化型の性能になるんじゃないかなっていうので今回はこうしました、いやありそうだな、ありそうですよね、ありそう、うん、それからこれコイルガプトって加速のままで進化の方はそっちになる可能性もあるんですよね、うん、で神化がなんか新友情でぶっ壊れるみたいな、うん、今回絶対どっちかハズレだと思う、どっちかはでもそう、うんうん、絶対ビーラ来るしね、うん、ビナーかゼフォンどっちかハズレだと思うんですけど、うん、多分今回はゼフォンの方が控えめになるんじゃないかなと思ってますね、うん、まあ火も続くって意味で、ね、うん、火続く、まだ潰さないためにも、いやそれ現実的だな、すごい、うん、なんか絶対ビーラだと思うんだよね、これちょっとこれ出たらクソ強いんですよ、今の言った性能そのまま出してください本当に引きます、引きますんで、じゃあ僕もゼフォンいいですか、はい、まあ、僕もゼフォンね、うん、結構現実的、今回現実的 で、はい、で自分もねビーラどっちかをはめて、クラウドしないですか、クラウドしない、じゃあいきます、はい、進化貫通スピード型クリティカル、うん、でやっぱりなんかそう、うん、あ自分もアニメ見て、うん、やっぱスピードをどっちかはそうスピード型だろうなと思ってね、リジェネ M に超アンチワープ、リジェネ M は新しいですね、そうでゲージのアンチブロック回復 M と、アンチブロック回復 M、 そう、うん、で SS がルシファーを召喚してスピードが上がるダメ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 、どこが現実にあったのか分かんないですけど、で友情すいません、多分ね本当これなんですよ、うん、友情もまあこっちもね新しいの、うん、さっきビナーと一緒で新しいの絶対ついてくると思うんですけど、うんうん、絶対これですね、うん、カッティングブレイクベイブレードの技みたいですねベイブレードのやりそう、ベイブレードみたいについてたからなんかね、うん、あ確かに、あれ足に、うん、あれがレッド君にしましたもんね、そう触れた味方の後をつけながら、うん、属性刃で近くの敵を攻撃、あとをつけながら、後をつけながら友情っすよね、友情、そう友情なんだけど自分がついていって近い敵にザシャザシャザシみたいな、はい、ちょっとなんか弾撃と衛星弾的なあれになるってことですよね、付属品になる、あでもそうイメージとしてはそう、うん、衛星弾みたいについていってさらにあの薙ぎ払いとなんか斬撃みたいな攻撃が組み合わさったので近い敵をこう攻撃していくみたいな感じをイメージしてもらうといいですね、これがまあ新友情についてくるんじゃないかな、うん、でルシファーを召喚するっていうのもあのルシファーお供に、うん、あのゼフォンいたと思うんですけど、お供じゃないですけどねいやお供じゃないですけどね、両方高いし仲間みたいなのですから、だから次の自分が動くまでルシファー召喚すると、うん、でルシファーの方を弾いても OK、ああでルシファー弾けちゃう、ゼフォンでもいい、ゼフォンでもいい、5個夢のボール5個、実質5個、そう、はい、実質5個、これまでなんか、うん、簡単に言ったら最大8歳になるってことこれまでなんか最近のアリババとかもさ、うん、あと次回とかも、うん、自分のその動いてるターンだけしか出てなかったじゃないですか、うん、どうしても、はいはいはい、どうしてもね、うん、で例えば
あのアポロックスのビットンみたいな、うん、友情ビットかみたいなのはいたけど、あくまでも友情でしたね、だけになってくる、うん、あれがもう完全に独立してルシファーで出ます。どっちか動かせると、どっちか動かせる、それはおもろいっすね、うん、分身した後に使えるの、ね、そう、ヒラメも8倍と結構20ターンとりあえず、あでもそれは面白いっす、ね、それでも面白いよね割とね。そうだ、だからバー行った後に本体とルシファーがいて、どっち弾けてもいいってことですね。そう、どっち弾けてもいい、あコースによってなんかいろいろ戦術広がりそうっすね、 そう、うん、それ、あそれは面白いな。そう、次じゃあ、はい、神化で、神化はなんかね、カムイの神化みたいな感じになるんじゃないかなと思って、イラスト的になんか特化的な、全然そう特化的で、さらになんか、うん、暴走状態みたいな、うん、本当イメージがつかないような、はいはい、かなり暴走してますもんね。そう、ああいう感じになるのを想像して、うん、反射パワー型クリティカル、うん、パワーね、はいはい、で超 AGB に、うん、超 ADW 座り、あもうそれ強いね、だいぶでゲージダッシュ、はい、で SS が触れた味方の攻撃力とスピードアップして、さらに SS ターンを3ターン短縮、あそっちはなんかしなきゃサポートになる、そう自分は一切ここ上がりません、ね、はいはいはい、で友情が爆発で、サブでパワーフィールド、あー強いっすね、なんかこれ微妙にありそうじゃない、いやてかめっちゃ強いっすね、なんかでもそう、でもこいつ多分ね、はい、パワー型の弱点を全部解決して、そうそうそう、パワーフィールドでさらに漏れるし、うん、サポートも SS できちゃう、ね、そう、友情爆発だし、うん、多分キラーとかはないけど、信玄みたいな殴りになる、ね、あ、でもそうそう、でもそうだね、信玄がよりなんか、ね、そう万能型になった感じあるかもしんないですね、うん、確かにそれ強いわ、ゼフォン、うん、でなんかこれはそう、ゼフォンの神化はなんかあんまハマってない神化マナとかでどっかでドハマり一緒にするみたいなのをね、うん、狙って作った、ね、ミカとかも一緒に作ったりしますもんね、はいはいはい、意外にこっちの方が現実的かな、ありそうですね、パワー型に負けるのありそうですね、そう、ゼフォンもありそうですね、ゼフォンなんか割とこっちは一番現実的かもしれないけど、うん、かな、うん、ありそう、だから進化はとりあえず自分もビーラ、うん、ビーラいけます、あービーラね、そう、うん、でリジェの M は4000回復です、クソ強い4000回復やばいよね、強いっすね、リジェの M 4000回復やばくない、4000やばい、艦隊で1万2000枚単価出したらやばいことになりますからね、うん、一応6000か、やばいっすよ、1万6000。だからそれヒットポイント回復プラス並びますよ。それ並びますよ、確かに。これ、そうだね。はい、うん、でも、今出たのが、何でしたっけ、イルミナリークラウドと、うん、何でしたっけ、カッティングブレイク。カッティングブレイクとヒットポイント回復プラス。この3つはどれが来ると言ってもいいんじゃないでしょうか。確かにな、はい。ありそう、うん。どれが来そうっすよ、ね。どれかやっぱりね、うん、来るんじゃないの、うん。これいいんじゃないですか、これなかなかいい予想できたんじゃないかな、うん、今回は結構現実味ありましたね2人ともね、割とやっぱもう、うん、ね、誰にもモンスターやってないですから、ね、そうでイラストまで今回出てるから、うん、パンドラの時と違って、はい、パンドラの時はやっぱりイラストを自分らでね想像してからのやっぱりアビリティ予想になるとどうしてもね、うん、外しがちっていうか夢見がちになりますけど、うん、今回やっぱりもう絵はできてて、うん、それからやっぱりやるだけだから、確かにもうだから実は当たりみたいなとこありますよね。そう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 。これ以外だってないですもんね、うん、イラストから見たらね。だからとりあえず、年収は、まあ、ビナーとゼフォンが、うん、まあ、硬いんじゃないかなというところで、うん、あと1体でもね、オリジナルキャラがやっぱ今年も出すわみたいな。うん、3体出る、3体実装。初の3体実装。やっぱり、いや、うん、そう、3体あるんじゃないかなと思って、うん、まあ、僕とあんまりね、こうやってアニメから来て、あ、やっぱり、まるまるなんだっていうのあんまり好きじゃないんですよ、その、うん、サプライズがやっぱり ないから、そうっすね、そこの層も一緒にやるために3体で1体オリキャラ出すよみたいなあれで今回ありますよ、僕も作ってみました、自分からこれいくか、マジっすか、今回ね、でも今回はちょっと進化ベースで、うん、アビリティまで予想しないんですけど、うん、キャラだけ、うん、今回じゃあいきますね、え誰、サイガマゴイチ誰だあの、まあ、昔の戦国時代の、うん、人物で実際にいた、なんか銃とかをね使ったキャラだから結構戦国系のゲームでサイガマゴイチ結構出てくる、あの銃を使ったキャラだから、これね、あの結構その長銃剣ないな、え、びっくりするぐらい長銃剣ないな、だからなんかカブイの時もでもなんかそうだったじゃん、あなんか確かに、そんな感じの、うん、そう一応3体目だから、うん、ちょっとおまけだよみたいな、そうそうそう、ちょっと長銃限界ないけど、うん、おまけで敗しそうだもんおまけで長銃限界はあんまないけど、うん、でもいいでしょみたいな感じで、うん、多分ね、なんか長弾
絶対持ってて、あとスナイプショットガンなんか持ってる、もう銃に本当特化してる、ってでもおまけ出ても面白いですよね。おまけ出ても面白い。ビナーゼフォンがメインでおまけでサイドモンタ、おまけで、ああでもそれは面白いね。おまけの限定がいるみたいな。ああ新年おまけ限定みたいな。それはありそうだね。だからあれでしょ、その時だけ、あの化け物語のああいうシステムってことでしょ。あでもなるほどね。マゴイチパラダイスしてマゴイチ4曲目できちゃうみたいな。じゃあお願いします、はい、僕でも妥当っすよ。まだね、あのモンスの有名なところで、あのまだ、実装されてない名前、他のゲームだったら大抵されてます。嘘、パズドラとかでも。パズドラは分かんないっす。こちらカオス。いやでもそれあながちカオス。ええ上手くなってる。めっちゃ上手くなりましたよ。いやそれ、いや本当にいいイラストで、冗談じゃなくてそれ、えどうすか。いやいいと思う。いやしかもなんかカオスだし、はい、いやそれありそうだな。カオスがアビリティを予想したいんですけど、あれか、闇の限定が出てきたらカオスかなと。あ、自分これ一応そうだもん。確かに闇じゃないから、でも確かに闇、闇が出たらなんかちょっとカオス。でカオスって今出てないじゃないですか。カオス出てない、はい、でもちょっと早いかも。来年かも。来年の新キャラかも。来年の新キャラかもしんない。いやそういうなんか、はい、妄想ってでも意外にそうこういうなんかいないんですよ、うん、ザこういうとこがなんか、なんか今のところ男が女ってのは結構多いじゃないですか、うん、ニンニクだったりいるけど、ね、うん、あのティグノスとかもだって怪獣じゃないですか、うん、サラマンダーとかもね、うん、そうなんですけど、人でも人じゃないなんかかっこいいズバ抜けてる系ってあんまりね、うん、でしかも最近それ言われてるから結構その女キャラ出しすぎって結構やっぱり言われてるとこあるからね、うん、カオス性別不明。カオス自分のよりこれあるな。これいいですよね、ある。カオス。これでもおまけにしないでほしいですね、カオスは。いやこれは多分ね、うん、出るよ。降臨、降臨で。マジめっちゃ言うな。めっちゃ降臨でそうだよね、カオスはね。新爆絶とか新豪絶とか豪絶の上かもしれない。うん。うん、来年の意外に、うん、豪絶終わるかも。ド直球なとこ出してくるからな。そうカオス。意外にいないですよね。うん、意外にいない。混沌の神なんで。混沌っていうのはいるんですよ。だから混沌ってつくやつ何体かいて、うん、ジャバウォックとかに混沌ついたりしてましたね。ああ。ちょっと調べたんですよね、ちゃんと混沌って。やっぱそのそうか、うん、前の名前ではつくんだね。うん、いたんですけど。まあでも、カオスはいないんで、うん、カオス出してほしいですね。そうだよね。だって、なんか、うん、ゼロ的な感じだよね。ゼロとかオリジナル的な感じがあるするもん。カオス。カオス意外にあるな。ありますよね、カオス。混沌の神、カオス。本当にいるらしいですね、カオスって。あ、そうなんだ。はい、混沌の神らしいですよ。カオスって、はい、もうなんか言ってるとよく分からなくなってきたんで、カオスカオス言ってるね。カオスは ぜひね、進めてほしいですね、お話をね。でも結構カオス待ちしてる人もいるんじゃないですか。カオス待機の大舟とかもしてる方結構ちらほら見かけるんで、ぜひねちょっとね実装してほしいですね。はい、はい、というわけなんでね、まああと約1ヶ月経ったらもうね、お正月が来て、うん、年末年始これ来て、うん、長寿限来ると思いますんで、うん、まあちょっと、まあ、早くはないか、もうそろそろね予想して備えるというか、うん、まあ、ワクワクしていただければなと思いますね、はい、皆さんもぜひね、まあでもあとこれがあと言われてるなんだっけ、ケテルとかだっけ、うん、ケテルは一応降臨で言われてますよね。そうだよね、その辺もなんか、うんうんうん、言われてたり、うん、今後まあアニメがあるから新しいキャラとかねまたさらに出てくるかもしれないんでね、うん、ぜひその辺の予想皆さんもねありましたらコメント欄よろしくお願いします。ぜひよろしくお願いします。あとまあビナーとかゼモンのステータス、うん、アビリティもね、うん、予想していただけると嬉しいです。はい、ぜひよろしくお願いします。いやまあでも確かにカオスはあるかもしれないわって言ったね。チャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回もゲームザラジオ4からおりました。ありがとうございました。